今年のサマージャンボは結構やばいです。どうもそこは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、2022年サマージャンボ、サマージャンボミニの解説やっていきたいと思います。はい、今回もですね、サマージャンボの解説しっかりねやっていきたいと思いますが、まあ、気がつけばもう1年もね半分ぐらい終わって、残り後半戦に向かうよという時に発売されるのがサマージャンボでございます。そして結構皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。今年のサマージャンボは結構やばいです。そう、何がやばいかっていうのも今からお話ししていきますので、解説を見ていただけたらご理解いただけると思います。では早速ですね、動画解説でやっていきたいと思います。企画戦金はい、では行きましょう。2022年サマージャンボ、そしてサマージャンボミニ、こちらのね、解説やっていきたいと思います。まず、大まかな概要ですね、こちらでございます。はい、名称としまして、第932回全国自治宝くじサマージャンボ宝くじサマージャンボミニ宝くじだよ、ということですね。で、販売期間なんですが、2022年7月の5日から、2022年8月の5日まで販売されております。そして抽選日が2022年8月の17日というね、まあ、ちょっとお盆明けぐらいなのかな、はい、の、発表になっております。で、販売総額なんですけども、これ面白いですね。ジャンボ、720億円24ユニットでございます。で、1ユニットが1000万枚。で、ミニが210億円7ユニットの場合、1ユニットが1000万枚というような形です。まあ、とにかく720億円と210億円使われているよというのを、分かっていただけたら一番分かりやすいかなと思います。で、販売エリアなんですが、全国ですね。まあ、そう、どこでもいいよと。一緒だよと。結構地域限定の宝くじあるんですけど、あれって実は、まあ確率的にはスクラッチとかもそうなんですよ。一緒なんですよ。ただまあ発行枚数が違うと。例えば4等が2本。ね、違うところで1本しかなくて。そういうような感じなんですけど、これも全部一緒だぜという、どこで買っても一緒なんだよっていう宝くじでございますね。で、単価ですね、これ1枚300円でございます。ね、だからロト7買うのと同じだよというところでございますね。では行きましょう。サマージャンボ。まずジャンボの方ですね、こちらの内容を解説していきたいと思います。それがこちらでございます。はい。1等が5億円24本。当選確率が1000万分の1。やっぱり1等夢はあるんですけど、難しいねと。理論購入値が30億円。30億円も買えば、5億円当たるよと。誰が買うねんという話なんですけど、まあ、それぐらい難しいもんなんだよっていうのが非常にわかりやすいんじゃないかなと思っております。で、8等前後賞が1億円でございます。48本。500万分の1の当選確率で15億円買えば、当たるもんだと。で、一等組違いですね。ここから急激にボコン、一等組が10万円。ね、当選金10万円。で、当選本数が2376本で約10万分の1、3000万円分買えば10万円当たるよ。バカにしてるのかと。ね、バカにしてるんじゃないかというようなところです。で、こっからもボコンと下がっていて、2等5万円、3等1万円、4等3000円、5等300円ということで、はっきり申し上げますと、一等、ね、一等と一等前後賞以外夢がないんですよ。これ分かりやすい。言い方変えると、本当に一等しか夢がなくなったんだよっていうのが今年のサマージャンボ宝くじであるということなんですね。そう。だって、10万円とか5万円とか下手したらこれ、僕基本的に皆さんにお伝えしているのが、まあ、予算設けた方が良くて、このジャンボシリーズ、僕の中では基本的に最大10万円じゃないですかというふうに、勝手に論じているんですが、その枠と同じだぜと。いや、10万円買って10万円当たったら、いや、やばい。まあまあ、悪かないんだけど、夢もなくね、というような感じになってます。そう。そうなんですよ。これ、辛いよね。で、あとだから、理論購入値よ。これ一番大事よ。だって、2等3000万円分買って5万円当たるって、嬉しいか。まあ、1枚じゃないにしてもよ。嬉しいか、というようなとこですよね。そう。だからまあ、本当に1等1等前後賞までしか夢がない。ね。で、結構これね、事前にいろんな人のブログとか拝見していたんですが、もうひどいもんよ。酷評。まあ、酷評されるよね、というような内容なんですが、
まあ、あの個人的に思うですね、これいやまあ国評に値するのかもしれないんですが、いや実はそうじゃないよっていう個人的見解がございますので、それ動画後半にお話しするので、最後までぜひ見ていただけたら幸いでございます。2021年、2022年、これの比較していこうじゃないかということで、こちらでございます。はい。これね、もう見たらわかりやすいよね。非常にわかりやすい。何がなくなったんだと。何がなくなった?1000万円クラスの当選と100万円クラスの当選、この2つが綺麗にパーンと抜けちゃったんだよね。悲しいよね。これほんとちょっとほんまに、ごめんなさい。夢ないよね。ちょっとなんか夢ないなーって見てたら思ったんですけど、まあ、そう、だから今年の2等が去年の4等と同じだよという話なんですよ。これちょっと悲しい。組違いはまあ変わんないんだけど。そう。ちょっと2等が4等って、ね。まあ何より一番強いのは、当選金ね。1000万円だったものが5万円になるっていう、この寂しさ。これ、公表されても仕方ないなと、個人的にはまあ思うところもあるよというところですね。で、一応前回の、例えば1000万円、100万円クラスのものが、抜けたと。ってなると、じゃあ、去年ですね、1000万円が46本あった。4億6000万円分。そして100万円のものが230本あった。2億3000万円分。これがなくなったんだと。で、合計金額6億9000万円が、じゃあ当選金が、今年はなくなりました。去年に比べてなくなりましたと。ね。これちゃんと振り分けられているんですかという疑問がある。ね。で、例えばなんですが、今年1等5億円24本。で、去年が23本。だから1本増えたよね、というところで、まあ、じゃあ当てました。はい。で、残りですね、1億9000万円。1億9000万円ですよ。皆さん、1億9000万円が、この他の全てのものにちゃんとわっとなっている。多分ね、これちょっと計算してないんだけど、なってないと思う。なってないと思う。そう。だからそう思うと、ちょっと何とも言えない形じゃんって、ここだけ見るとそうなるよね。酷評されても仕方ないね、という感じではあります。はい。ただ、まあ、一等、そして一等前後賞の難しさ、難易度に関しましては、もうほとんど変わりなし。そう、だから去年、ね、挑んで当たった人、もしかしたら今年勝ってもまた当たるかもしれない。同じぐらいだから、まあ、こうが二度続けばですよ。ただ、その辺は変わってないんだけども、ね、一等組違い。まあ、組違いはまあ変わらないですよ。二等から、二等からバーチコーンと、もう、四等というような感じになっているので、まあ、一等を目指して買ってる人、まあ、そもそも変わらないよね、というところで、考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、では行きましょう。2022年版サマージャンボミニ。こちらの内容を見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。で、これも見ただけでなんか言ってることわかるよね。これ、1等、2等、3等の3つしかございませんというところです。はい。まあ、1等の3000万ね。これに関しましては28本あって、250分の1、理論購入時で7億5000万円。ね。2等が1万円、70万本あって、100分の1、3万円買えば当たるよ。で、3等300円。まあ、ここはまあいつもと一緒だと。まあ、袋入り、とにかく 10枚入り買えば、必ず当たる。10分の1だから。はい。っていうような形なんですよ。これ本当にいいで、2等ね。マジかと。1万円ですよ。1万円。だからジャンボの方。で、今ミニ見てるじゃん。今年のサマージャンボ、サマージャンボミニに関しました。1等を狙うためだけの宝くじになっちゃった。だから1000万円もらいましたとか、100万円当たりました、そういうのはもう全部なし。ね。億か3000万円。どっちかだというところなんですよね。そう。だから何よりも、やっぱりちょっと寂しいねっていうのはこの1等、2等、3等、ここまでしかない。これ寂しいので、一応去年のものとも比較今から見ていきたいと思います。はい、では行きましょう。2022年、2021年のサマージャンボミニの比較見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、ここもね、綺麗に比較したら分かりやすいんですが、100万円台の当選、1000万円台の当選、これが見事に消えている。完璧に消えているんです。はい、寂しいです。寂しすぎます。ちなみに今年の2等は去年の3等ですね。3等とほぼ同じだよというところになってます。ただ、唯一の幸いは当選確率が非常に良くなったねというところです。去年だったら1万円取るのに250分の1だったんですけど、今回100分の1だよというふうになっておりますね。はい。まあなんかね、ちょっと、
これ寂しいねっていうのと、一つちょっと疑問が出たんですが、まあ、番号配列、要は下一桁、二桁、三桁だけの番号になるってことなのか、あ、四桁とかになるのかな、わかんないですけど、そう。だからこうなってくると前後賞ないんだと、これ連番で買うの無駄じゃねえというふうにちょっと思ってしまいました。連番でだってもそもそも一等当たって前後も取れるかもしれないっていう期待感を含めて買ってるわけじゃないですか。で、ジャンボの方はいいよ。ミニは連番のちょっと意味がちょっとわからないねという感じになってます。ただね、またこれの後半で言うんです。番号どうなってるかわかんないから。でも、まあ、これ連番の方がいいかなと思うんですけど、でも、連番今年はあんまり押さなくていいと思います。バラ戦略とかの方が強いんじゃないって個人的には思ってます。で、今回も、消えた分ですね、こちら、見ていくと、1000万円のものが56本あったのが5億6000万円消えております。で、5万円の分ですね、が2万1000本、10億5000万円。合計16億1000万円。これね、面白くないですか？ミニの方が減ってんだよ。明らかにミニの方が減ってるんだよ。で、ジャンボの分と足すと、だいたい22億円ぐらい。だいたい22億円ぐらいの当選金として使われていたものが、ふわっと、ね、どっか行っちゃったよと。で、さっき言ったように5億円に割り振りされていた部分も含めて、じゃあ今回、じゃあこの1等1000万円、前回のものとどうだ？同じなんですよ。本数一緒なんですよ。で、この1万円ね、1万円のものが、まあ、倍ぐらいになったのかな？倍ぐらいに、だいたい約2倍ぐらいにはなってるんですよ。2倍以上か。はい、になってるんですけど、まあ、そこでそんだけ、補填したことになるのかという疑問はあるんですけど、そう。とにかく、ちょいとばかりこれは、浮かせすぎじゃないいう風にちょっと考えてしまう。まあ、もしかしたらサマージャンボって実はそんなに売れてないのかもしれない。だからちょっとしんどいから今年交差してねという風にしているのかもしれませんが、まあ、夢の作り方、夢の設計としてはやっぱり1等があって1等前後賞があって2等も1000万円ないし100万円台の当選。ね。このあたりがないとちょっとやっぱり買う側からしたらちょっと辛いですよね。本当に僕は辛いと思います。はい。で、個人的にここも思うことがあるので、これ動画後半にお話しします。まとめてお話しさせていただくので、最後までぜひ見ていただけたら幸いでございます。はい、では行きましょう。2020年度サマージャンボと、ちょっと前にあったドリームジャンボ、ここの比較もしておこうじゃないかということで、こちらでございます。はい、もうここも一緒よ。どこを見ても、何と比較しても、全く一緒。1000万円と100万円の当選金が。この回ないんだよ。寂しいよ。っていう作りになってるよね。はい。まあだから、まあ、いろんなね、方々事前に、まあ、予約とかが結構早い段階で出てたり、内容の方もね、バッと早めに公表されておりましたので、まあ、公表される理由はなんで公表されてるんだって、すごいちょっと謎めいていたんですが、まあ、見ればわかると。まあ、買う側の夢をちょっと減らしたでしょっていう話のところが、まあ、本音になるのかなっていうところですね。はい。まあ、ちょっとね、買う側としては、確かに、ちょっと寂しいところはありますね。はい、では行きましょう。個人的、2022年サマージャンボ、サマージャンボミニへの見解。ここ、最後までね、見ていただいた方、特権でございます。はい。で、これ、あくまでも、ごめんなさい、個人的な考えであるので、私、僕はそう思いませんっていう方なんかもいらっしゃると思いますが、一応ね、一人のご意見として聞いていただけたら幸いでございます。はい。基本的に皆さん、宝くじはそもそも当たらないよねって思っていらっしゃるっていうことで大丈夫ですか？一致ですか？大丈夫ですか？はい。で、まあ、こういう風に認識されている方非常に多いと思いますが、で、今回まあ確かに1000万円の当選だったり、100万円の当選だったりね、過去にされている方もいらっしゃると思うんですが、まあそれなくなったらちょっと寂しいよねっていう風に思う方も非常に多いと思います。でも皆さん、これ買うときに、結果論は別として、買うときに何円の当選目指してますか？やっぱり夢見てないですか？1億とか何億円取って人生変えてやろうって思ってる方多分非常に多いと思うんですよ。なので、その考え方で見ると、まあ正直、理論確率とか当選確率とか、これ変わってないのね。じゃあ、去年とかでも、まあ目指す意味で言うと、頂きの高さは変わってない。その間の途中でやめた場合、2等だったり1等前後賞だったりした金額が変わるというところじゃないですか。で、今回これ非常に見ていただけたのは僕的にはこのミニなんですね。ミニを非常に見ていただきたいんですが、2等の当選がね、1万円じゃないですか。理論購入値3万円。ね。
3万円分買えば1万円お返ししますよという意味ですよ。今まで3万円購入して返ってきた金額いくらですか？1万円返ってくるとこなくないですか？そう、ここが結構僕重要ポイントじゃないかなというふうに考えてます。で、2021年、去年だと3万円購入したら3000円しか返ってこなかったんですよ。3000円ですよ。寂しくないか？全然ないじゃんというところで、まあこれをね、バクッとね、私的にまとめさせていただくならば、運営さんは3万円は購入していただきたい、買っていただけたらば1万円はお返ししますよというふうに言っている。つまり2万円で夢を買ってくださいね、今年のサマージャンボは2万円ですというふうに言ってるわけです。はい、これだから意味わかりますよね。普段だったら3万円買っても3000円しか返ってこなかったね、実質上で言うと2万7000円だったと。では今年は3万円使っていただく、1万円はお返ししますね。だから一等とかの夢見るのにね、今まで3万円買ってたら2万円で夢見れますよというふうな意味合いというふうに考えることもできるよね。そう、もちろん買い方大事よ。あの1枚ずつペラで買っていったら絶対ちょっとこういう風な当たり方ないんですけど、袋ね、いわゆる連番とかバラとかの袋で買うとこういうことになるよという風に言ってるんですよね。そう、だから2021年は3万円買えば3000円お返し、でも2022年は3万円買えば1万円お返ししますと運営が言ってますね。2021年は3万円で夢買ってください、2022年は2万円で買ってくださいという風な夢の設計をされているというふうに考えております。はい、だからまあ確かに1000万円100万円台の当選がスコンってなくなったことに対しての酷評、これ非常にわかります。僕も最初見た時、ちょっとこれマジないなと、これ今年買うの絶対やめようというふうに考えたこともあったんですが、まあやはりね、一等目指して買っているのにね、ちょっと要は3万円とか4万円とか、まあ僕最大で10万円ぐらいじゃないですかというお話させていただいている中でね、3万円買ったら1万円戻してくれるんであればね、じゃあ9万円買ったら3万円当たるよねというようなことじゃないですか。しかも2等だよね、金額は小さいんだけども、今までね、サマージャンボとかのね、紙の宝くじ何等当たったことありますかと皆さんね、聞かれた時に、はい、私サマージャンボミニ2等当てましたというふうに胸張って言えるっていうね、ちょっとそこ別に取りたいわけじゃないんだけど、まあそういう考え方で言うと、まあね、2等を、買える宝くじである間違いないっていうのが僕は今年この2022年のサマージャンボミニだと思っております。ですので今回ね、一応私これ買います。今回サマージャンボミニ買います、約10万円分買います。年末ジャンボと一緒です、買います。これ買わせていただきます。具体的にじゃあどう買うかなんですけども、福連100をまず一口、これ買います。で、ちょっと番号がどうなの、バラが通用するのっていうのもわからないんですけど、一応福バラ100、これを2つ買います。これで多分、9万円ぐらいだね。で、あとまあちょっと端数はまあお遊び程度で買ってもいいかなってところなんですけど、とにかくこの最低ね3つ、9万円分はこれ購入します、確実に抑えます。はい、まあ1万円帰ってきてほしいっていうわけじゃないんですけど、まあある種ちょっと今回まあ勝負するに値する面白い宝くじだなと。基本的に2等はまあじゃあ約束されたよね、あと1等だねっていうのが、まあ運があるのかないのか分かりませんが、まあそこちょっと今回ね、ぜひ挑戦させていただきたいと思います。目指すは1等3000万円でございます。はい、今回ですね、はい、2022年のサマージャンボ宝くじ、サマージャンボミニの両方の解説させていただいたんですが、まあもちろん酷評される内容でもあるかなというふうに捉えることもできるんですが、ただ一つね、考え方ですよ。結局一等を目指して買ってる人の方が非常に僕は多いんじゃないかなと思っているので、じゃあ1000万円とか100万円台とかね、過去に一度でも当たったことある方だったらちょっとおいおいっていう資格あると思うんですけども、当たったこともないのに急に減らされて、でも一等目指してた、おこぼれで1000万円だの100万円だの取れなくなったじゃん、いや取ったことないのに言うなよっていうようなところはまあ思っております。はい、なのでどうせね買うんだったら、僕あの基本的に面白いことが好きなので、面白いくじにお金を使いたい。つまり今年2022年は
サマージャンボミニが僕にとって非常に面白いくじだと思っておりますので、これぜひね、盆明けだから8月17日以降になると思うんですけど、まあ当選結果の動画も出しますので、ぜひ見ていただけたら幸いでございます。では皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。